皆さんこんにちは、ヘアメイクの永井香織です。ヘアメイクの北原好美です。ヘアメイクの福岡玲です。はい、皆さんよろしくお願いします。初めてチームで、はい、初めてチームでお願いします。はい、今日はですね、最新のヘアトレンドについて、みんなと話していきたいと思うんですけれども、はいはい、ヘアはすごいなんかイメージを左右される髪型によって変わると思うので、メイクだけすごい頑張っても髪がいけてないとそのメイクも生きないかなと思っていて、はい、髪って重要、はい、ですよね。すごいやっぱ垢抜けるのってすごいヘアでもすごい重要だなと思っていて、はい、こうシルエットや質感でもすごい変わってくるので、はい、トレンド、はいはい、大事ですよね。大事だなと思います、はい、うん、今おっしゃったまさにそのシルエットと質感の観点から、はい、今日は、みんなでそのトレンドについて話していきたいと思うので、はい、やっぱりこうファッションとかメイクに合わせて、はい、ヘア、ね、楽しんでいきたいと思います、はい、じゃあ早速ヘアのトレンドということで、はい、まずはシルエットについて話していきたいと思うんですが、はい、お二人どうお気になってるっていうか、よくやるスタイリング、最近はやっぱりストレートヘアがすごい気になっていて、うんうん、結構現場でもやることが多かったり、うんうん、こうウェーブは結構大きめでこう面が綺麗に見えるようなスタイルが好きですね、うんうんうん、やっぱり作り込みすぎてないっていうか、はい、そのラフさ、はい、ラフさはやっぱ素の、ね、はい、癖毛だったりとか生かしたスタイルがなんか可愛いというか、頑張りすぎてない感じがいいかなって思っちゃいますよね。そうですね、なんかこうどうしてもこうしっかり作り込んだっていう感じよりはずっとそのなんか抜け感のあるラフさっていうのはまあトレンド続いてるよね。続いてますね、今っぽさはそこで結構出てくるかなって思いますけど、あと私は結構韓国とか中国系のヘアスタイルが好きなので、なんか波、日本でいうと波巻きっていうんですかね、ワンホンとかそういうのが好きなので結構やっちゃいますね。わかる、私もやっぱ韓国風のなんかこう大きいウェーブとか、そういったある程度しっかり作るウェーブもまた楽しいなと思ってるんだけど、はい、うん、でもなんかやっぱりその面が整ってるとか、うん、なんかこう頑張りすぎてない感じは常に作ってたいです ね、うん、なんか前髪とかだと私はずっとなんかシースルーとかすごい流行ってたんですけど、はいはい、今重めのバングが結構気になります、うん、ります、はい、前髪といえばね、はい、なんかそのこうちょっと産毛っぽい感じとか、うん、はいはい、あとこう、うん、もみあげの感じの顔周りのそういう、うん、ニュアンス、そうニュアンス、はい、結構私はチョロ毛って思ってるんだけど、何毛なのかねあれ。私もチョロ毛派です。はい、私もチョロ大好きです。チョロ毛出してそうだよね、二人。作品ってかの、はい、うん、ルックを作る時に、はいはい、結構チョロ毛を出してそうなチームだなって思って。なんか可愛いですよね、チョロ毛が、はい、あると。チョロ毛っておしゃれだよね、はい。なんかワンポイントあるだけですっごいおしゃれさが出ますよね。ね、うん、ただなんかさ、そのチョロ毛とかさ、もみあげの毛ってちょっとちゃんとツヤがあって、うんうん、オイルとかでスタイリングした感じにしないと、うん、なかなかこう決まらないよね。そうですね、バサッとして、うん、なんかちょっとだらしなく見えちゃいますよ ね、よくスタイリングをね、はい、そうチョロ毛ってどうやるのって、はいはい、SNS とかでも聞かれたりするから、はいはい、こうパサパサってしてるとそうおしゃれっぽくないんだよね、うん、そうですね、ただパサついてるだけみたいに見えちゃうから、ちょっとなんか失敗しちゃったのかなっていう感じになっちゃう。そうだよね、チョロ毛になんかオイルとかは、はい、いいですよね、やるようにしてるけど、はい、はいはい、では次は質感について話していこうと思うんだけれども、はいはい、最近のトレンドの質感って、うん、やっぱりウェットヘアってトレンドかなって私は、うん、ね、はい、結構すごい撮影でもやるし、とりあえずウェットだとおしゃれに見えるよ ね、はい、ね、見えます。なんかもう本当スタンダードでみんなが手に取りやすいですよね、うん、ストレートでもウェーブでもやっぱツヤのある面の、うん、綺麗に見えるようなヘアがいいなと思っていて、うん、コレクションとか見ていてもこうセンターパートとかサイドパートで結構しっかりツヤを感出すようなウェットヘアがすごい出てたので、うん、いいなって思います、ね、じゃあれいちゃん、そのウェットスタイリング の、うん、オイルのつけ方ってどんな感じでやってますか、はい、結構みんな中間からこう面でこうつけがちなんですけど、こうストレートヘアであっても結構内側を結構しっかり入れたくて、一回こう崩してあげて空気入れて、こう内側もきちんと前面につけてあげてから
こう整えてスタイリングするのがいいなって思います。確かに大事だよね、うん、なんとなくこう、はい、少し怖がって表面だけにつけちゃう人って多いかもね、うん、多いです、はい、ウェットヘアやりすぎるとちょっとなんか頭洗ってないじゃないですけど、うん、ちょっとやりすぎちゃう感じが出ちゃうので、うん、だけど思いっきり中からしっかりやってあげたら、うん、今っぽい洒落たウェットヘア、はい、作れやすいですよね。多分プロの皆さんはやっぱり大胆に、うん、あの結構そういうオイルとかを扱ってる印象があって、はいはい、一般の皆さんはどうしても、はい、特にオイルに対して、はいはい、怖いですよね、ちょっと心配になってるから、うん、なるべくまあ重くない、ね、はい、あのオイル使ってほしいところではあるけどね、はいはいはい、やっぱりこのスタイリング剤次第でいろんなね、うん、はい、あのスタイル作れるから楽しいんだけど、はい、スタイリング剤って一言で言っても、うん、ワックス、うん、ミルク、うん、セラム、オイル、いろいろあるよね、はい、多すぎますね。それでね、あの悩んでる、そんな風にたくさんあるからっていうことで悩んでる人におすすめの、スタイリング剤が出たということで、今日はご紹介したいと思います、お願いします、はい、それがこちらのリーゼニュアンススタイリングオイルです。素敵なパッケージです ね、 ね、うん、これはねケア用じゃなくてスタイリング用のオイルなんだけれども、うん、4つの質感を、うん、あの自由に作れるってアイテムなの。オイルって使っている人も多いし、うん、一番使いやすい材だと思うけど、うん、なりたい質感に合わせてオイルを選べるっていうのが新しいよね、うん、新しいです、うん、と目指す質感に合わせてオイルの種類や髪への残り方を緻密に計算してあるそうで、うん、絶妙な、ね、質感の差をあの表現できるっていうのはすごいありがたいよね、はい、画期的ですね、うん、なんか髪質、自分の髪質やなりたいヘアスタイルでヘアオイルが選べるっていうのはすごい嬉しいなって、うん、個人的に、ね、はい、ということでね、はい、今日はあのモデルさんをお呼びして、はい、実際にあのオイルをちょっと私がつけるところをやってみたいと思いますので、お願いします、はい、皆さんも一緒に、はい、いろいろ教えてください。はい、じゃあモデルのももこちゃんに来ていただきました、お願いします。はい、ということで使うのは4番のオイルにします。はい、はい、でまず、ももこちゃんの髪の長さ、はい、こちらに対して、4プッシュいきますね、1、2、3、4、はい、で手のひら全体になじませるよね。で、やっぱり毛先からつけていく、うんうん、これ大切かなと思います、うん、まずは毛先に初めにつけて、そして中間に行きたいんだけど、さっきれいちゃんからもあったけど、このちゃんと内側まで入れ込む、その表面だけじゃなくて内側にまでっていうのはすごく大事かなって私も思っています。こんな感じで毛先の次は中間で、だんだん手にオイルが少なくなってきたらちょっと上の方に上がっていくよね、うん、顔周り一回ちょっとオールバックにして、量が少なくなったのでもう大胆に前髪もすべてこんな感じでかき上げていきます。ちょっとこう4番のオイルは一番あのしっかりタイプなので、うんうんうん、あの毛先からっていうのは大事かなって思うよね、うんうん、すごいツヤが出て綺麗にまとまりがあります。まとまりすごいね、はい、最後ちょっと大胆に全体になじませていきます、うん、これだけ大胆につけても全然こう体感的にもすごい気持ちいいんじゃないかなと思うし、うん、最後にこの前髪だよね、うん、ここがパサパサだとちょっとねっていう話があったので、残った指先に残ったもので前髪のスタイリングをするといいよね。すごい垢抜けますね。垢抜けた、うん、いい、ツヤ感もかわいいよね。でさ、まあ、これは前髪のちょっとこうスタイリングって感じだけど、うんうん、チョロゲ問題、はい、チョロゲぜひお願いします。いや皆さんもチョロゲのプロじゃないのねえ、はい、さっきさみんなで話してて歯ブラシがいいよねって話になったじゃん、うんうん、使いやすいですよね、そうなのよ、持ってるし誰でも手に入る、うん、誰でも手に入るちょっとこのチョロゲ用に1本購入してもらった方がいいけどね、うんうん、こういうこの本当に産毛、うん、なんかチョロゲってさなさそうでさ、はいはい、こうやってさすってみるとさあるじゃん、あ出てきた出てきたよもう出てくるほら、はい、あかわいい、くすぐったい、くすぐったいですでも痛くないでしょ、はいはい、艶が仕込まれてるとチョロゲってなんか出しやすいよね、はい、まとまってすごい綺麗、これがチョロゲ、この辺のさ、もみあげもちょっとやるよね、やります、小顔効果、小顔効果、そう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 、はい、ちょっとこっち横から見てもらって、なんかこういうやつとかもね、かわいい、これもちゃんとオイルが
まあ、最後の残った本当に指先のもので十分なのでついている状態で、ちょろげ、本当にさ、このさ最後の一手間でさ一気に垢抜けるよね、うん、シャレ感が増し増しです、必ずやる、はい、ということでざっと完成しましたけれども、ちょろげについてはその、パサパサだと、はい、なんか少しだらしなく、うん、あのほつれてるみたいに見えると嫌だから、必ずそのツヤ感があることが大事っていう話だったよね、はい、うん、手元に残ったオイルで最後あの生え際とか顔周り触ってあげて、その時にオイルがついていると思うので、はい、もうその状態であれば歯ブラシでこうやって引っ張ってあげれば、はい、ね、かわいいよね、はい、あの出ると思うし、うん、もしも、まあ、ちょっと歯ブラシした後にまだツヤが足りないなっていう時は少し付け足してもいいのかなと思うんですが、うんうん、はい、前髪周りはくれぐれもつけすぎ注意でね、ほんのちょっとですよね、超ちょっとだよ ね、ちょっとだけ手馴染む、繊細、繊細ですよね、なのでそれだけあの気をつけてもらえればと思います。ということでモデルさんすごい簡単に仕上がったけど、はい、ね、どうだった？いや、もう本当に可愛くて、オイルつけただけであんなに変わるんだっていうのに、ね、はい、衝撃です。本当オイルだけで、ね、なんか束感も出て、うん、こうなんかちょろげがすごいやっぱ可愛いなと思って、うん、やっぱオイルならではだなと思いました。確かにそうだったよね、うん、あの今見てもらっているように、はい、他の3品の仕上がりはこんな感じになるそうです。はい、結構ね、それぞれにやっぱり違う感じで楽しいよね、うん、はい、あるだけでもこんな質感変わるんですね。そうなんですよね、うん、それぞれのオイルには質感タイプに合わせて、うん、天然由来の植物オイルを、うん、使用しているっていうことで、香りもすごいじゃない。はい、素敵な フルーティーというか、そうそうそう、使いやすいですよね、ね、なんかほんのり香る、ホワイトフローラル&サボンの香りって言われているそうで、うん、結構清潔感があって、うん、みんな好きそうな、はい、みんな好き、はい、清潔感、ね、はい、オイルだけどツヤを出すだけじゃないとか素敵だなって、うん、確かに、うん、こう朝のスタイリングはこう質感だったり持続がすごい得意だったりするので、うん、この夜のケアと朝のスタイリングを使い分けられるといいですよね、うん、例えば1は軽やかに仕上げたいときに、ツヤは欲しいけど重たくしたくないなってときに便利かなと思っていて、うんうんうん、ね、1はなんか仕上がりすごい絶妙なさ、うん、オイルなのに、うん、なんかほんとサラサラで、はい、でもちょっとツヤが出る感じが絶妙じゃない、ね、はい、絶妙でしたね、ここまで軽いのってなんかなかなかないなと思って、オイルではちょっと欲しかったなと思いました、はい、ね、には髪が広がりやすい人やまとまらない人に向いてるアイテムかなと思っていて、うん、なんかまとまらないからって結構オイルをつけすぎちゃってこうベタってなっちゃう時もあるんですけど、はい、これだったらなんか安心だなって思いました。確かに、うん、出ますよね、うん、このツヤ感もそうだけれども、うん、本当そのまとまらない季節的にもさ、うん、だんだんそのお悩み増えてくるじゃない、わかります、広がっちゃって、うん、こうタイトにシャープな感じも作れるし、うん、かなりこれも使いやすいよね、はい、うん、使いやすいですね、ウェットになりすぎないのもポイントかなと思って、うんうんうん、3番は今日私使ってるんだけど、うん、程よいこう束感となんかこうまとまりが出てすごいこれもね使いやすくて、うん、私3番使うこと結構多いんだよね、なんかちょうどいいバランスといいますか、ウェットだけどエアリー感もちょっとあるといいますか、うん、出てる、はい、なんかね、こう緩くこう癖っぽく巻いた時とかに、うんうん、使うと程よいツヤで、うん、そう束感もなんか楽しめて、うん、結構気に入ってる、ウェーブヘアにすごいぴったりですね。あ、そう、ウェーブの時にね、うん、いいかなと思った、うん、4番はウェットな質感が出せてこうおしゃれに決まるからいいなと思ったんですよ ね、うん、はい、使った感じも重くなさすぎるのに、うん、しっかりウェット感が出るのが私はすごいお気に入りでしたね、うんうん、それはいい、重くないけどしっかりウェットってすごい求めてると思う、うん、求めてますよね、オイルに一番求めてると言いますか、うん、そうだよね、やっぱりそのオイルの醍醐味っていうかこう、うん、分かりやすくウェットヘアを楽しみたいっていう方がチョイスするものだと思うから、うん、そういう方はやっぱり4番の仕上がりって簡単に、さっきやったみたいにね、うん、本当にこう塗布するだけで、うん、とにかくシャレる、わかります、うん、出だしでも触れたけども、うん、それぞれの質感ごとにオイルの種類や髪への残り方を考えて組み合わせるっていうことで、うん、この質感の差を表現しているみたいなんだって、例えば1は柔らかく伸縮性のある膜を均一に薄く残すことでシルキーな質感に、2はとろみのあるゲルを均一に残してまとまり感を表現しているみたい、3は軽くてツヤのある液油と
粘着性のあるゲルを均一に残すことで軽めのウェット感を出していて、要は重めの油を均一に厚く残すことで重めのウェットに見せるそう。そして3と4はネイルケアにも使えるみたいで嬉しいよね。めっちゃ嬉しいです。さすがスタイリング用のオイルだけということがありますね。うん、朝夜使い分けてない人も絶対に使い分けてみてほしいなって思いました。こういうの欲しいと思ってました。ちなみにお二人はメイクの相性を考えるならどうしますか？私はその、今日自分もやってる、3を使ったちょっと巻き髪のスタイリング、やっぱ可愛いかなと思っていて、素敵です。癖っぽくを作ってるけど巻き髪ではあるから、メイクにおいてはやっぱりなるべく抜け感を意識して、カジュアルっぽく、ラフに作るメイクが3を使った緩い巻き髪スタイリングには合うかなって。私はなんか黒ラインとか黒マスカラとかで結構目元をしっかり作りたいので、逆にヘアはちょっと抜け感があってカジュアルさもあるストレートヘアがいいかなと思って、そういう時なんか1番使ってこうサラッとヘアで仕上げてあげるのがこうバランスがいいかなって思いました。素敵ですね。サラッともストレートもいいよね、またね。私はウェットヘアが大好きすぎて、4番とかに合わせるのが好きなんですけど、4番を全体につけちゃうとちょっと重すぎたりとか、根元とか前髪がちょっとぺちゃんこになりやすかったりするので、わかります。わかりますよね。ここら辺と上の方とかフロントとかはちょっと軽めの2番とかを使って、あの部分使いっていうんですかね。いいね、上級者テクですね。でメイクはちょっと女の子っぽくなりすぎないように、ちょっと肌なのかリップとかをまとめ、どこか一部分でもまとめにしてあげると、なんか髪とのバランスがいいかなと思って好きなバランスなんですけど。確かにね、なんか全部がツヤツヤっていうのもちょっと違うから、今っぽくないですね。マットな部分を残すっていうのは大事かもね。素敵です。メイクに合わせてカスタマイズできるなんてすごい楽しいですよね。こちらのオイルは7月8日より、ロフトで先行発売とのことですので、楽しみだね。楽しみです。そう、しかも価格帯も買いやすいお値段だから、さっきの2個使いとか、できちゃいますよね。できちゃうと思う、なんか気分に合わせて買いたいですよね、メイクとかで。今日はなんかなかなかヘアメイクさんとなんかヘアのお話をする機会ってなかったので、すごい楽しかった。確かに、楽しかったです。やっぱりこうヘアをね、いろいろ変えることは美容の幅が広がるっていうのはもちろんだし、ヘアのその質感にまでこうみんなといろいろお話できて、私もとっても勉強になりましたし、楽しかったです。最新アイテムも知れてすごい楽しくて勉強になりました。よかった。やっぱりそのオイルは使っている方も多いし、もうトレンドのアイテムっていうことで、シルエットと質感、そこをねちょっと気にするだけで簡単に垢抜けるっていうのが分かってもらえたと思うよね。違いましたね。オイルのことを今までみんなあんまりこう深掘りせずに、なんとなくこう朝晩同じものを使っている方だったりとか、流行っているのは分かっていたけども、あまりこう深く考えずにっていうか、使っていた人にも今回の動画はすごいためになったと思うし、新しいこちらのリーゼの商品だったらやっぱりその大切さとか、気づきも多いんじゃないかなって思うんだよね。思いました。朝用ケア用とスタイリング用が違うなんて、あんまり皆さん本当に深く考えてないんじゃないかなって私は思ってて、だから今回のこのオイルだけで4質感作れるっていうので、自分の作りたい部屋に合ったものが必ず見つかる気がするので、すごいおすすめだなと思っちゃいます。値段もすごい手頃なので、こうしっかりした量をこう使ってほしいなって思いました。確かにケチらずにね。そう、やっぱりケチりがちじゃないですか。ケチりがちですよ。サワスの場所だったらすごいケチっちゃってるんじゃないかな、みんな。かおりさんが言ってた4プッシュしっかり使ってほしいなって思いました。なんとなく今までそのオイルを使ってたっていう方も、こういったスタイリング用のオイルに出会うことで、そして自分のなりたいイメージに合ったものを選ぶことで、きっともっともっとそのオイルのスタイリングが楽しくなると思うし、心地よくなると思うから、本当に私たちもおすすめのねアイテムだよね。ということで今日は楽しかったね、このみちゃんとれいちゃんの、楽しかったです。チョロゲチームで嬉しい、チョロゲチームに入れていただけてありがとうございます。でもすごくおしゃれなね、みんなルックを生み出してる皆さんとすごくそのやっぱりヘアの大切さ話せて楽しかったですので、またぜひ集まりましょう。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。
この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録と素敵なコメントもお願いします。